広島県知事の湯崎です4月28日火曜日のメッセージです今回は多くの県民の皆様が不安に思われている県民の命と暮らしを守る医療提供体制の状況についてですまず入院病床についてです現時点で175床の病床を確保しています さらに今後床を確保でできる見込みですこれは40人規模の集団感染いわゆるクラスターが2週間毎日続けて発生すると想定した場合239人の重症・中等症の患者が発生するとの見込みに基づいてそれを上回る数を確保しようとしているものです。続いて ICU、いわゆる集中治療室や人工呼吸器、そしてエクモいわゆる人工肺が十分にあるかどうかということです。厚生労働省の計算式に本県の状況を当てはめますと、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に何の対策も行わなかったという極端な想定の下で、 入院治療が必要な患者数のピークが1日に5043人そのうち重症患者数が169人と計算されることになりますその場合169人の重症患者すべてを ICU で見るわけではなく患者の状態によって HCU 高度治療室や 一般病床で人工呼吸器などを使って治療しますのでピーク時に必要な ICU や HCU は85床と試算しております。重篤な患者を治療する ICU や HCU は現在床あります。他の病気やけがで使っている数はこの約5割ですので。 稼働していない約150床をコロナ用として当てることができますしたがって ICU や HCU については現時点では不足はないものと考えておりますまたエクモや人工呼吸器については今回の補正予算案による追加整備を行いますこれによりピーク時に必要な台数を コロナ用に確保することが可能となります。エクモはピーク時の二十八台に対して二十九台、人工呼吸器はピーク時の百四十一台に対して二百七十五台を確保する予定にしています。このように本県ではコロナ患者用の ICU 等も十分に確保されており。 重症患者に対応するベッドや医療機器の不足はないと考えております。最後に軽症者や無症状患者については宿泊施設での療養により対応することとし同様の家庭に基づき500室の確保を目標としておりまして先日130室の運用を開始したところです。 県では引き続き患者の増加に備えて患者の重症度に応じた万全の医療体制の整備に努めます。